フォトバイサイモン・ビタール・ミッチェル・フォアマンは、現在、南カリフォルニアに在住するジャズ、フュージョンのキーボード奏者である。ミッチェル・フォアマンは7歳で、クラシックピアノの勉強を始めた。17歳で、マンハッタン音楽学校に3年間入学し、ニューヨークのバンドで働き始めた。MSM を卒業後すぐに、彼は、ジェリー・マリガンとのツアーやレコーディングを始め、 マリガンのビッグバンドとカルテットの両方で演奏し、その後はスタンウェッツとの仕事を続けた。1980年、フォアマンのソロキャリアは、ニューポートジャズフェスティバルでのピアノ演奏から始まった。この録音は、彼の最初のアルバム、ミッチェル・フォアマンライブとなった。その後、彼は、フィル・ウッズ、カーラ・ブレー、メル・トウメ、アストラット・ジルベルトと一緒に道を歩んだ。また、フォアマンは、 ソウルノートレベルのためにソロピアのアルバムを2枚録音し、定期的にヨーロッパをツアーした。彼は、ギタリストのジョン・マクラフリンの再編マハビシュヌ、オーケストラに1年半にわたって参加し、2枚の精力的なアルバム、マハビシュヌと、アドベンチャーズ・イン・ラジオランドのレコーディングにも貢献した。その後、フォアマンは元ウェザー・リポートのサックス・奏者ウェイン・ショーターのバンドに加わり、 ツアーとショーターのアルバム、ファントムナビゲーターに貢献した。1985年、フォアマンは自身のバンドを弾き始め、マゼンタレコードからアルバムトレイン・オブ・ソートでグループとしてのデビュー作をレコーディングした。同時に彼は、ギタリストのジョン・スコフィールド、マイク・スターン、マンハッタントランスファーのジャニス・シーゲル、デイブ・サミウェルズ、ダイアン・シューア、ゲイリー・バートン、パット・メセニー。 サイモン・フィリップス、ジミー・ R、ール、フレディ・ハバード、サックス奏者ビル・エヴァンス、リッキー・リー・ジョーンズを含む様々な有名ジャズや音楽に携わるミュージシャンと仕事を続けた。フォアマンが1992年に手掛けたピアニストのコ・ビル・エヴァンスへのトリビュートアルバム、マイ・ロマンス・マイナス・ビル・エヴァンスに捧ぐは特に高く評価された。フォアマンのレコーディング作品のほとんどはフュージョン、または ジャズというジャンルのものだが、1998年のアルバムハーベストソングは15曲のソロピアノ曲を特徴としている。フォアマンは自分の名前で録音と演奏を続けており、最近になって彼自身のレコードレーベルマルシス・ジャズを指導した。最近のリリースには、そのマルシスからのミスター・クリーンとペーシェンスが含まれている。また、 ギタリストのチャック・ローブと共同でメトロというバンドを率いている。メトロの5枚のアルバム、デビューアルバム、メトロ、続く、ツリー・ピープル、メトロ・カフェ、グレープ・バイン、ライブ・エイティ・ザ・エイト・レーンというアルバムはすべて高評価を得ている。ドラムのボルフガング・ハフナー、ベースのメル・ブラウンを迎えたカルテットは毎年のようにヨーロッパをツアーしている。フォアマンは自分のグループと 並行して過去3年間、リック・ブラウン・バンドのメンバーであり、新生、BWB ・バンドのメンバーであり、ジェフ・ゴラブの金作となる3枚の CD に参加しており、2006年にはロサンゼルスでドラマーのバージル・ドナッチと共演した。フォアマンは、オスカー・ピーターソン、ビル・エヴァンス、マッコイ・タイナー、ハービー・ハンコック、キース・ジャレット、 チックコリアを含む多くの伝説的なジャズピアニストを彼の最初のヒーローたちとして指摘している。スタンゲッツ・ダニー・ゴトリーブ・ジョン・マクラフ・リン・ジェリー、マリガン・ジョン・スコフィールド・ディ・ノベティ。ありがとうございます。